ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、洞窟探検に行きましょう。いやだ。いきなり断らないでよ。だって面倒だし、それにどうして急に洞窟探検なんだよ。だって、洞窟には様々な未確認生物がいるって聞いちゃったから。見てみたいのよ。ああ、洞窟の未確認生物か。確かにあれは興味深いな。それじゃあ、今回は洞窟に潜む未確認生物について解説していくぜ。魔理沙さん、それじゃあ早速。おっと、その前に。チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ベトナムのソンドン洞窟に現れた未確認生物だぜ。ソンドン洞窟ねー。ソンドン洞窟は、2009年に本格的な調査を行った結果、世界最大の洞窟であることが判明した。超巨大な洞窟であり、内部空間は高さ、幅ともに80メートルを超えている。洞窟の長さは少なくとも、4.5 キロに達するほどだと言われているんだぜ。と、洞窟っていうか、もはや地底空間とでも言えそうなくらい広いわね。また、洞窟の中には毒ムカデや、猿などの哺乳類が生息しているのも発見されたんだそうだ。猿は洞窟の天井から出入りして、カタツムリを食べている様子が確認されたらしい。さ、猿が、っていうか、猿も出入りできるんだ。300メートルほど上から、数本の光が差し込んでいるらしく、そこから猿が出入りできるらしいんだ。猿やムカデがいるということで、生態系が組まれていることがわかるわけだが、この洞窟に、どうやら人型の未確認生物がいるらしいんだ。人型なの？猿の見間違いなんじゃないかしら。いや、動画で確認したが、猿と見間違えるような見た目はしていなかったぜ。それじゃあそろそろ、このソンドン洞窟で発見された謎の未確認生物を紹介していくぜ。うわ、洞窟の奥、確かに何かの生き物がいるように見えるわ。人間っぽくも見えるけど、ちょっと違うようにも感じるし、これは一体何なの？さあな、現地の目撃情報によると、この生き物は爬虫類のような特徴を持っているそうで、トカゲ人間とも呼ばれているらしいぜ。トカゲ人間、確か、アメリカでも似たようなのが目撃されていなかったかしら。ああ、アメリカにおいては、サウスカロライナ州にて、リザードマンの目撃情報が上がっている。その名の通りトカゲのような外観をしていて、二足歩行型の生き物なんだが、アメリカにおいて目撃情報が上がるのは、主に沼地付近の森の中や、森の近くの草原など、草木が多い場所ばかりなんだ。洞窟で発見されたなんてことはなかったようだ。それじゃあ、アメリカで発見されているリザードマンとは、また別の種類ってことかしら。おそらくそうだろうな。それにソンドン洞窟で撮影されたトカゲ人間とは顔が違う気がする。アメリカにおけるリザードマンは、こんな感じの見た目をしているらしいからな。これはさすがに着ぐるみ感がすごいけど、確かに顔はちょっと違うわねー。ソンドン洞窟にいた未確認生物の顔は、どちらかというと原始人というか、人間に近いような顔をしていた気がするわ。ちなみに、ソンドン洞窟は観光地化されている場所でもあり、ツアー客が中に入れるようになってるんだが、過去に洞窟を訪れたツアー客が、洞窟内で行方不明になり、今も見つかっていないという事件が発生したことがあるそうなんだ。これも、トカゲ人間の仕業ではないかと言われている。嘘でしょ。人間をさらうってこと、めちゃくちゃ危険生物じゃない。確かにそうなんだよな。とは言っても、その正体がつかめない以上、探すこともできないし、下手に探してしまったら、逆にトカゲ人間の餌食になるかもしれないからな。怖すぎる。調べたいけど、調べたら襲われるかもしれないだなんて。触らぬ神にたたりなしとは言うが、未確認生物だし正体が気になる自分もいる。もやもやするな。続いて紹介するのは、ロシアの古い炭鉱で発見された謎の生き物の映像だぜ。まずは何か言うよりも、映像の方を見てもらった方が早いと思うから、見てもらうことにするぜ。うわ。ちょっと待って、今なんか、シュバってすごい勢いで何かが飛んでいったわ。今の何？一瞬過ぎて何がなんだかよくわからなかったんだけど。確かに、一瞬過ぎて姿はほとんど確認できないが、コマ撮りなどを確認してみると、どうも細長い尻尾のようなものを持っている生き物であることは確認できるんだが、長い尻尾か、でも、体の大きさが妙に大きい気がするんだけど、こんなに大きくて尻尾まである生物って、一体何がいるのよ。この生き物の正体は、オルニトミムスではないかと言われているみたいだ。オルニトミムス、何それ？オルニトミムスは、細長い尻尾を持っていて、素早く動くことができる古代の恐竜だぜ。一般的にダチョウ恐竜とも形容される生き物で、細身の体に長い足が特徴だ。でも、古代の恐竜が生きてるなんてことあるのかしら？その点は疑問に思って当然だとは思うが、実は、
過去にもオルニトミムスらしき生物が発見されたという情報が残されているんだよ。実際の映像を画像化したものなんだが、茂みから突如謎の生き物が飛び出しているのがわかる。確かになんか、ダチョウっぽさを感じるような感じないような。それじゃあ、2枚目の画像の方も確認してもらおう。おそらくこちらの方が恐竜っぽいから。あ。確かにこれはがっつり恐竜って感じがする。っていうか、こんなのが本当にロシアにいたの。この映像は、実は KGB が国家機密として長年隠蔽していたものらしいんだが、とある人物によって流出され、今となっては結構な人数が知っている情報らしいぜ。この映像、一体いつ頃に撮影したのかしら？撮影したのは1967年だそうだ。この映像はどうやらロシアではなくアフリカ南部のアンゴラあたり、旧ソ連陸軍部隊の隊員が、偵察中に偶然撮影したものだという情報が残されているぜ。アフリカにいた生き物なんだ。ちょっと待って、じゃあロシアの炭鉱で発見されたっていうのは、また別の種類だってことになるんじゃないの？いや、おそらくなんだが、ロシア側がこの生物について隠蔽しようとしていたということは、アフリカからロシアへ持ち込んだ可能性も考えられるんだ。オルニトミムスは何度も言うがダチョウに似ている。ダチョウというのは時速70キロで走れる。超速い鳥なんだが、オルニトミムスももしかしたらそれくらいの速さで走れる恐竜かもしれない。それじゃあ、移動用の恐竜として捕獲して、秘密裏に軍事利用していた可能性が、もしかしたら、あるかもしれないな。まあ1967年当時はまだまだ米ソが冷戦中だったし、こうした軍事利用の話はなるべく隠しておきたかったという背景が強かったんだろう。待って、でもさっきの映像は古い炭鉱なのよね。持ち帰った後、炭鉱で育てていたってこと？まあ、確かに怪しさを減らすために、人気の少ない場所で飼育していた可能性はあるかもしれないが、そうだとしても、炭鉱では逃げ出すリスクが高すぎるだろうから、ちゃんと施設を作って、そこで飼育していた可能性の方が高いと個人的には思っているぜ。それじゃあ、どうして炭鉱に？おそらく、もともと施設で飼育していたものが、何らかの理由で逃げ出してしまい、ロシア国内で、繁殖してしまい、今は炭鉱に住み着いている、という状況なんじゃないだろうか。そんなめちゃくちゃな、もし野生化してるなら、もっとたくさん目撃情報がないとおかしいでしょ。まあそれはそうなんだよな。だから、野生化してる可能性はそこまで高くないとは思うんだが、それじゃあ炭鉱に現れた恐竜のようなあいつは、一体何だったんだという話になってしまうだろう。姿だけ見れば、確かに恐竜っぽさはあるし、素早さもすごかったんだけど、他に尻尾みたいなのがついている、大きめの生き物ってロシアに生息していないのかしら。まあ、一応いないこともないぜ。ヒョウがいる。ヒョウってあの、凶暴な肉食動物のヒョウ？ああ、もしかしたら炭鉱に現れたのはヒョウだったのかもしれないとは思っているぜ。確かに、体の大きさ的にもちょうどいいし、尻尾もついてはいるけど、ヒョウだったらヒョウ柄が映像に残っていてもおかしくないんじゃないかしら。それに、ヒョウなら撮影者に襲いかかってきてもおかしくないはずでしょう？まあな、確かに霊夢の言うことにも一理はある。とはいえ、まだ捕獲されたわけじゃないし。もし捕獲が成功したら、それからもう少し研究が進んでいく感じになるだろうな。今すぐにでも研究を進めてほしいくらいだわ。もしも本当に恐竜だったら、それこそ世界的な発見になるんだからね。続いて紹介するのは、南米コロンビアにある洞窟で、頭がまるで頭蓋骨のようになっていて、さらに手が異様に長い謎の生物が発見された写真を紹介していくことにするぜ。何？頭蓋骨みたいな頭で、さらに手が異様に長いって、まあ、写真を見てもらえば、どれくらい奇妙な見た目をしているかがわかるだろう。うわ。何よこの、意味わかんない見た目の生き物は？っていうか、生き物なの。一応生き物みたいだぜ。目撃者の一人は、どうやら恐れをなして逃げ出してしまったという。私だって逃げるわよ。こんな恐ろしい見た目をしてるものが目の前に現れたら。もう何枚か写真は残されているんだが、現れた矢先の姿がこれだろうな。まずは長い腕がニュッと伸びてきているのがわかるな。おそらく、撮影している人に気づいて出てきたんだ。こっぱ、暗闇からこんな風に腕が出てきた時点で、私だったらすぐに逃げるけどね。その後も様子を伺うようにして、こちらに近づいてくるような様子が確認できる。頭はいいってことなのかしらね。でも、攻撃してくる様子はないようにも見えるけど。どうなんだろうな。残されている写真はこれだけだし、これ以上の情報がないから何とも言えないんだが、この謎の生物の正体について、様々な議論が行われているようだ。まず、この生き物が発見された洞窟というのが、具体的にどこなのかが判明していない。コロンビアの洞窟の中で有名なのが、洞窟内に幻想的な世界が広がっている、シパキラの塩の大聖堂なんだが、ここには生き物はおそらく生息していないと考えられる。
じゃあ一体どこの洞窟なのかしら。おそらくそこまで大きくもない、もしかしたら名前も付けられていないような洞窟かもしれないな。しかし、何の生物なのかがまるっきり見当もつかない状況なんだよな。人型の未確認生物なんだが、もし正体が父の生物だとして、正体の候補、一応候補の一つとして上がっているのが、コロンビアクロクモザルだと言われているみたいだ。うわ、真っ黒な猿ねえ。でも、どこか神秘さも感じさせる、綺麗な猿だわ。そうだな。クモザルは細長い手足が特徴だ。この手足の長さと、さっき洞窟にいた謎の生物、同じように腕が長いと思わないか？あ、思う。でもクモザルみたいに毛で体は覆われていなかったみたいだけど、皮膚病の一種に感染してしまって、毛が抜けた状態なのかもしれない。かの有名なチュパカブラの正体も、毛の抜けたコヨーテではないかと言われてるわけだし、未確認生物の多くは毛が抜けただけの基地の生物であるという説が少しあるみたいなんだよ。じゃあ洞窟にいたのは本当に毛の抜けたコロンビアクロクモザルってこと？まだ正解だとは思ってないけど、正体の候補としては確かに説得力はある気がするぜ。また、コロンビアにもう一箇所洞窟があって、そこにも奇妙な生物がいたという情報があるんだ。その時の写真も見せていくことにするぜ。何？この生き物は、なんだか丸まっている人間みたいにも見えるんだけど。そう、腕を折りたたんで、壁に張り付いているように見える謎の生き物が撮影されたんだが、この生き物に関しても、特に正体が判明したという話は出てきていないんだ。この生き物の正体に関しては、オオコウモリではないか、とも言われているみたいだぜ。オオコウモリ。なるほどね、確かにコウモリなら洞窟にいるイメージがあるし、壁にもいそうだし、これはオオコウモリが正体ってことでいいんじゃないかしら？と、言いたいところなんだが、もしオオコウモリだとしても、ちょっと大きすぎるらしいんだ。大きすぎる。オオコウモリのサイズはせいぜい 1.5 メートルほど。しかし今回洞窟で発見された生物は、パッと見ただけでも、3メートルはあるらしいんだ。信じられないくらいのサイズだぜ。さ、3メートルもあったの、オオコウモリの2倍、そう考えると、確かにちょっと違うのかもね。また、動物が洞窟内にいる時には、特有の匂いみたいなものが洞窟内ですると探検家は言うんだが、この謎の生物が洞窟の中で発見された時、特に何の匂いもしなかったと言っている。もしかしたら、生物ではないもっと不思議なものなのかもしれないな。何それ、もしかして幻覚だったとか、そういう話なのかしら。幻覚とまではいかなくても、目の錯覚だったのではないか、という説があるな。パレイドリアといって、本来そこにいない生物や人を形、パターンが似ているということから、人の顔、動物の体など、同一のものと当てはめて考えてしまう現象がある。それじゃあ、もしかしたら生き物じゃなくて、ただ単にそう見えるだけの岩って可能性があるの？もしかしたらな。しかし、せっかく発見した生物がただの目の錯覚だったではあまりにも悲しいから、できればその場に本当に存在していた、不思議な生き物であってほしいな。でも、オオコウモリではない、見間違いでもないとしたら、その正体は一体何なのかしら。さあなあ、さすがにこれに関しては猿とかで説明がつく話ではないと思うから、もしかしたら、本当に未確認生物、新種の生物の可能性があるかもしれないな。早く調べてほしいところだけど、そもそも洞窟って結構危険って聞くわよね。実際危険だったりするのかしら。そりゃそうだぜ。アスファルトみたいに舗装されている道なんて、観光地化されている場所以外はないし、中は暗いし、水が滴っていれば地面が滑って滑落してしまう可能性だってある。さっき少し話したが、洞窟内で行方不明になる事例もいくつかあるわけだしな。また、地震が来た時には来た道が崩れるという可能性だってあるわけだし、洞窟の調査は慎重にやった方がいいな。まあ、私はそんな危険なところに行くつもりは全くないんだけどね。最後に紹介するのは、ボルネオで発見された巨大洞窟の中にあった、あるものだぜ。お？あるもの、ってことは、生き物ではないってこと？そう、実は今回紹介するのは生き物じゃない。まあ、生き物に関わりのあるものだけどな。今回発見されたのはブラックハンズケイブと名付けられた洞窟なんだが、2010年5月にイギリス主導で、その洞窟が調べられ、その結果、あるものが発見された。壁に残された、大量の手形だぜ。手形？どうして手形なんてものが残されていたのかしら？さあな、どうしてかはまだわからないが、手形の年代はそれほど古くはなさそうだと言われてる。しかも面白いことに、この洞窟の手形は成人男性のそれよりもはるかに大きいことがわかってる。大きい手形、確かに、写真を見る限りでは、この男性よりも大きいように見えるわね。謎の手形が、こんなにたくさん残されている、しかも割と高いところに手形があるんだよな。これは一体どういうことなのかしら？もうすでに、霊夢の中で答えが出ているかもしれないが、もしかしたらこの洞窟にはかつて、
巨人が住んでいたのかもしれないと言われているみたいだぜ。やっぱりそういう回答になるのね。でも、確かに手形が大きくて、常人が届かない場所に残されていると考えると、そういう答えになるのが普通よね。巨人が一体この洞窟で何をしていたのかは全くわかっていないが、この洞窟にはもう一つ、面白いものが発見されているんだ。それは、古代の人骨の埋葬跡だぜ。古代人の埋葬跡？そんなものまで残されていたなんて。でもちょっと待って、古代人が埋葬されていたなら、もしかして巨人と一緒に何かしてたってこと？いいところに気づいたな、霊夢。実は古代人と巨人は古くから一緒にいたという痕跡が、世界中で発見、確認されているんだぜ。なんですって？そんなことがあったなんて、知らなかったわ。よく巨人の骨が各国の地下から掘り出されることがあるんだが、その巨人の骨の近くには、古代人の骨も一緒に見つかるという事例がたくさんあるらしいんだよ。ってことは、巨人と人間は、昔一緒に暮らしていて、何かの作業も一緒にしていたってこと？そういうことになるな。何の作業をしていたのかはさすがにわからないけどな。でも、これは歴史的な発見じゃないかしら？もしかして、この洞窟の中をもっと探せば、巨人の骨が見つかるかもしれないのよね？なんだかワクワクしてきたわ。まあ落ち着け。見つかっているのは手形だけ。もしかしたら巨人たちはここで作業した後、どこかへ移動してしまって、この洞窟には骨が残されていないかもしれない。なんだそうなの。できれば巨人の骨も発見して、正体を探ってほしいのに。まあ確かにな。骨さえ見つかれば、一気に巨人がここにいたという証拠が手に入るが、手形だけではなんともここに巨人がいたという証拠とするには薄すぎると思うんだよ。ええ？どうしてよ？手形がいい証拠になるでしょ。何言ってるんだ。手形なんて、大きい手の形の石でも作れば、簡単に残せてしまうだろ？だから手形だけでは巨人がいた証拠として弱すぎると言っているんだ。なるほど、そう言われると確かにそんな気がしてくるわ。まあ、巨人の骨が見つかるまでは手形だけでしか判断できないから、何も言えないな。しかし、この洞窟にはまだまだ面白いものが発見されているから、それも紹介していこう。面白いもの？何よ？実はこの洞窟の中には、先史時代のバクテリアが発見されているらしいんだ。しかも、そのバクテリアはなんと、生きている状態で発見されたらしい。生きている状態で？すごすぎる。太古のバクテリアってわけね。おそらくそのバクテリアについても研究が進んでいることだとは思うが、この洞窟はもしかしたら、今後なかなか調査ができないかもしれないと考えられる。え？どうしてよ？実はこの洞窟は、もともと地元住民がツバメの巣を採取するため、地元住民が、頻繁に中に入ることがあるらしいんだよ。地元住民が食べるツバメの巣というのは、巣のすべてが唾液で構成されていて、この唾液が珍味とされているんだな。特に中国の方でスープの具材として重宝されるが、ツバメの巣は銀と同じくらい価値があるらしいぜ。銀と同じくらい価値があるって、価値ありすぎでしょ。そりゃ地元住民も頻繁に入るわよ。っていうかちょっと待って、そんな貴重なものが、あるってことは、もしかして本格的な調査は今後行えないかもしれないってこと？まあ、おそらくそうだろうな。これから本格的な調査はなかなか行われないだろう。なんてもったいない、せっかく巨人の正体とか、何をしていたのかとかがわかるかもしれないのに。まあ、そんなに落ち込むんじゃない。他の洞窟とかにも、巨人がいたかもしれない証拠は、いくつか上がっているわけだからな。え？そうなの？ブルガリア、バルナで発見された巨人の骨なんかはかなり信憑性が高いと言われているからな。ブルガリアはもともと巨人の伝説がたくさんあり、巨人は実在していたと言われているんだ。ふむ、巨人の骨がいくつも発見されてるのね。巨人たちの骨が発見されたのは偶然だったらしいけどな。そのあたりの掘削調査をしていたところ、たまたま5世紀頃の壺が発見され、さらにそこからこれまで知られていなかった。要塞の壁まで発見されるようになり、壁の基礎を求めてさらに掘り進めてみたら、巨人の骨が見つかったとコメントしているそうだ。もしかして、この巨人たちの骨って、あんまり見つからないように隠されていたのかしら？もしかしたらそうかもしれないな。とは言っても、なぜ隠す理由があるのかわからないところだが。やっぱり、巨人って存在があんまりよく思われてなかったとかじゃないかしら？それでも、巨人と仲良くしている数人が、巨人を隠すようになった、とか？いや、どちらかというと、巨人は何かしら重要な地位にいたような記録があるらしいぜ。というのも、遺骨が発見された時、両手を腰に置き、頭を東に向けていたらしいんだ。このポジションが意図的に作られているというのは、身分が高い人物であることを示唆するらしい。え、巨人の身分が高かった。それじゃあ、どうして隠す必要なんかが、墓荒らしなんかの侵入を恐れていたんじゃないかな。貴重な人物だし、宝だけじゃなく、
骨まで持っていかれるかもしれないわけだから、警戒心は高いに越したことはないだろう。なるほど、埋葬をするだけでも結構大変なのね。でも、巨人の骨がそんなにたくさん見つかってるのに、肝心の巨人自体は現代では見かけなくなってるわね。一体どこに行ってしまったのかしら？まあ確かにな。人間と友好的な関係を築いていたようにも感じられるし、巨人だけがどこかに消えてしまうというのは、いささか奇妙な話だと思うんだが。どっちにしても、巨人がいたっていう証拠はあるわけなんでしょう？だったら、ボルネオで発見された巨大手形のところにも、きっと巨人の痕跡はあるわよ。それは私も思っているぜ。だがまあ、ツバメの巣が洞窟内にある以上は、調べるのは、なかなか難しいと思うんだけどな。だったら、ツバメの巣を全部撤去すればいいじゃない。それかなんとか一時的にだけ、洞窟内を、貸し切りにさせてもらうとかさ。そんなことができたら苦労はしないぜ。どうしてよ？学術的に価値のある調査になるかもしれないのよ。そのためだったら、ちょっとツバメの巣が取れなくなるくらい、別にいいでしょ？ちょっとじゃ済まなくなるかもしれないだろう？もしも調査の過程で洞窟が崩れてしまったら、ツバメはもうそこに巣を作りに来なくなるかもしれない。そうなれば二度とツバメの巣は手に入らなくなる。それは、そうかもしれないけど、だけど、学術的な価値があるかもしれなくて。それはそうかもしれないが、巨人の骨がその洞窟に本当にあるかどうかはわからない話じゃないか。不確定要素が強いのに、貴重なツバメの巣が二度と手に入らなくなる可能性があるというのはいただけない。もしかしたら何も発見されないのに、ただツバメを遠ざけるだけの結果になるかもしれないだろ。それは確かにそうかもしれないけど、でもさ、このまま引き下がるのももったいないでしょ。せっかく目の前に、巨人の証拠があるかもしれないのに何もしないなんて悔しいわ。そんなに言うんだったら、個人的に探しに行ってみたらどうだ？え？大規模な調査はできないかもしれないが、個人が少し調べるだけだったら問題ないだろう。それはちょっと、私一人で行くの面倒だし、もう少し人手がたくさんあって、みんなで協力してくれるなら、私もやる気がどんどん湧いてくるんだけどなぁ。お前、少しは自分でやってみるという気持ちを持ったらどうなんだ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。